ガーディアンもようやく動かせるところまでこぎつけました。この調子でガーディアンや神獣への理解を深めていけば、たとえ厄災ガノンが復活しても対抗する力は得られるはずです。ここで何をしておるのだ？ガーディアンの実験を見ていました。私たちが異物を完全に把握すれば、厄災への対応も。確かに古代異物の研究はハイラルにとって極めて重要だ。だがこの国の姫であるお前がなすべきことは他にあるはず。いつまでそうして己の役目から逃げ続けておるのだ？逃げてはいません。先日も勇気の泉に赴き、沐浴し祈りを捧げ、異物に関わるのをやめ、すべての時間を修行に注げと言うておる。厄災封印の力を身に宿す術がそれ以外にあるのか？わかりません。でも努力しているつもりです。けれどどうしても。だからせめて今の私にもできることを。言い訳は聞きとうない。王として命令する。今後一切異物に関与することは許さん。泉での修行に専念せよ。口さがない王宮の者たちに何と呼ばれておるかは知っていよう。出来損ないの姫、席を果たせぬ無才の姫。そうではないという証を立てるのだ。よいな。はい、お父様。